する方法、まあ、マーケティングのノウハウということですね、マーケティングの経験とか営業の経験ノウハウを売りたいということなんですけども、これはですね、まあ、動画 PDF、音声という形で、まあ、動画が一番いいかなと思います。あとは、まあ動画のですねセミナーを時々開催してそれを収録して、有料で販売するという形もできます。なので、まあ、この辺ですねご自身の合っている方法でやればいいのかなと思います。で音声教材は音声教材で結構今でも売れたりするんですよね。というのは購入者さんが聞きながら学べるというところで、例えば移動時間とかですね、歩きながらとか電車で通勤しながらとかして学べたりとかいうので結構ニーズあるんですよね。まあ、動画が一番いいとは思うんですけども、まあ、音声教材も、まあ顔出ししたくないという場合は特にですねこういうスタンスで行かれるといいのかなというふうに思います。まあ、YouTube 集客とですね LINE 公式アカウントを使って、販売していくという形ですね。